パッちゃんおはよう。パッちゃんの上に。おはようございます。パッちゃん。パッちゃん。パッちゃん。顔にちゃんとピント合ってるのかな。はい。はい。あれで。はい。だった。もっちゃんこんなことになってるよ。つむつむだよ、つむつむ。ぽんちゃん。ぽんちゃんおいで。落ち着きました。ぽんちゃん。ぽんちゃんつむつむ。ちゃんもよくジャンプにつむつむしてるよね。ぽんちゃん気に入っちゃったね。いいね、ぽんちゃん。うん。じゃん。じゃんくんもちょっと入ってみたら。じゃんくんは。なかなか入りません。新しいものはだいぶ時間かかります。はい、じゃんくん。はいはい。はい、じゃんくん。だいぶ混乱しております。ですね。今日が木曜日で、あさって本番の、ライブに行くことになりましたので、課題曲5曲、流しながら、ここではちょっと流せませんけどね、流しながらギターを弾いて歌詞を見て練習をしながらですね、アフターエフェクトの、動画を流しつつ、頭の中でぐちゃぐちゃになりながら今努力中です。まあどちらも遊びのように見えて、将来を担う大事なことなのでですね、やっております。それとプラスですね、猫アレルギーに耐えながらということですね。今日は朝から、マスクをして、生活をしているんですが、多少いいかな、やっぱりマスクはね。ちょっと待って、せーの、こういう状態。あ、これ頭もね、こんな状態でやってます。よいしょ。猫の毛を取るこのスポンジ、硬いスポンジですね、ウレタンっていうか、これ結構優れてるってことがよく分かりました。例えばね、ほらちょっと目、ちょっと見、猫の毛がついてるようには見えないとこでも、こうやってこすっていくとですね、結構取れますよ。ほら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 。そして優れてます。これを今まで指でこうやってやってました。指のなんていうの、指紋消えるわっていうぐらい熱くなるんだよね。